はい、こんにちは。さあ、次はフランス史の3で、これが英仏領土問題となるんです。で、ちょっとこっち見てもらいたいんですが、あのカペー朝というのは地方自治政権であって、実際フランスカペー朝が支配するのはこのちっちゃなところなんですね。あとはロレーヌ公領、ブルゴーニュ王国、ゴティア、まあ、公領とかノルマンディ、アンジュとかあるんですが、まあ、ブルターニュとかギエンヌとかあるんですが、その中で代表でカペー朝ができたと。で、ここのアンジュはアンジュ伯アンリっていう人がいたんですけど、形式上カペー朝の進化だったんです。形式上ね、諸侯で、その後アンジュ伯のジェフリーっていう人がその1128年イギリス王ヘンリー1世の娘と結婚します。するとヘンリー2世が誕生しました。ヘンリー2世で、ここでプランタジネット朝ね、ここがね、プランタジ1154年に、プランタジネット朝の王様になるわけ。1154年ヘンリー2世が。で、その前にここの一回話しましたね、このロロから7代目のノルマンディ公が1066年にノルマン朝っていうのを作ったんだけど、侵略してノルマンコンクエスト、これが終了して、このアンジュ伯のヘンリー2世がイギリス王に就いたわけ。ノルマン朝終了後で、プランタジネット朝を成立させたわけです。イギリス王となって。ところがこのヘンリー2世はフランス南西部のギオーム公の娘と結婚して、フランス南西部も手中に収めたわけ。いいね、このイギリスのこの緑で囲っている部分と、このアイルランド、そしてもともとあったこのノルマンディの領土もあるし、このアンジュの領土、そして南西部、ここも手中に収めてアンジュ帝国というのを形成したわけ。それでイギリスが巨大な帝国になったんですが、フランスは、イギリスはカペー朝の家臣だってわけなんです。なんかもう力関係が逆転しているような感じがするんですけど、それでもフランスはイギリスに対して、イギリスはカペー朝の諸侯だって言ってるわけ、家臣だと。で、イギリスはプランタジネット朝がフランスにもあると、フランスにあると主張。イギリスのプランタジネット朝がフランスにもあると、このプランタジネット朝、イギリスのフランスにもあるということを主張して、イギリスとフランスが領土問題で揉めるんです。で、ついに1214年ブービーヌの戦いで、イギリスのジョン王はジョンと神聖ローマのオットー4世、オットー4世皇帝のオットー4世と一緒にフランスを攻撃するんですが、フランスをフィリップ2世が勝利しました。で、このフィリップ2世って尊厳王と言われてるんですね。それでアンジュと、ここのイギリス領土だったアンジュとこのノルマンディを奪還したんです。ついにとうとう取り返したんですね。今までこのノルマンディというのもイギリスの領土だったんですが、この2つを奪還しちゃったんです。今度はフランスが、フランスがこのノルマンディとアンジュを奪還して、一方神聖ローマのオットー4世は敗位となって、ジョン王はイギリスで諸侯の反乱に遭い、マグナカルトを認めることになっちゃったんです。で、ジョン王っていうのは七王と言われたんです、後に。で、ついにジョンっていう人は2世3世4世と名付ける人がいなくなったんです。これはもうあまりにもダメな王様だっていうことで、
犬の名前でこう使われてるそうです。ジョンっていうのは人の名前ではあんまりね言わなくなったそうです、ジョンっていう名前は。でここで領土を奪還したんですけど、また話続きますよ。ついにここは百年戦争ってとこまで来るようになったんです。この百年戦争なんですが、まず義援の問題がありまして、でフランス王位継承問題、フランス王位継承で継承でカペーチョ、シャルル4世、4世が死に、フランスを継承すると3世がシャルル4世の4世の妹イザベル、フランス王位も
止め。争いになった。そしてこれは1337年から1453年まで続き、カスティ4の戦い、でカレーを除く フランス全土からイギリスは撤退しようになりました。さあ皆さん、次ちょっと見てもらいたいですが、次は英仏領土問題で100年戦争までいきます。でこのギエンヌ問題で終わっちゃいましたね。ギエンヌ、これはイギリスの、フォードだったんですが、ここに、フランス王がよく干渉してたんです。イギリスのね、フォードだった、このフランスの王様がこれよく干渉していた。その問題とフランス王位継承で家庭長シャルル4世が死に、いとこバロア伯のフィリップ6世がフランス王位を継承すると、イギリス王エドワード3世はこのシャルル4世の妹であるイザベルは自らの母であると主張して、フランス王位も求めたんです。それで争いになった。で1337年から1453年まで続きます。でついにですね、カスティオの戦いでカレーを除くフランス全土からイギリスは撤退しました。このことによってですね、イギリスとフランスのこの領土関係というのはついにほとんど最終的には半分以上あったイギリスの領土は、フランスの中に半分以上あったイギリスの領土はもうほとんど9割9分近くフランスが奪還したと。フランスのものはやっぱりフランスになっちゃったと。もうほとんどフランスが、最後はフランスがほとんど奪還しちゃったということになったんです。
で、こちら100年戦争なんですが、最初ね、イギリスがこう優勢だったんですけど、これは最終的にはよく出てきたジャンヌ・ダルク、この話とかがまあありますけど、そこからフランスがお返しをして、フランスが勝ってしまうという話なんですが、まあ、100年戦争でちょっと知ってもらいたいのは、ジャンヌ・ダルクよりもこのギエンヌ問題っていうのがあって、一つはもともとイギリスの報道だったギエンヌにフランスの王様が干渉してきたということと、フランス王位継承でカペーチョ・シャルル4世が死んだ後、いとこのバルワ伯であるフェイリップ6世がフランス王位を継承すると、イギリス王エドワード3世がシャルル4世の妹イザベルが自らの母であると主張して、フランス王位も求め争いになってしまった。このことをね、ちょっと覚えていてください。まあ、確かにジャンヌ・ダルクも大事かもしれませんけど、まずはこの最初のこのね、背景をよく覚えていてください。じゃあここで私のこの東大世界史フランス史の3、英仏領土問題ね、ここは終了します。ありがとうございました。